どうだい？そうそうたるメンツだろ。こちらの戦力は強大だ。万が一にも敗北はありえない。いよいよだな。行くぞ。開戦だ。この葉に未来はない。あるのは絶望のみ。いかに強大な力を前にしても臆してはならん。わしらには守るべきものがある。俺はとっくに目を閉じた。俺の目的は闇の中にしかない。サスケに会えば答えがわかる気がする。私がサスケ君を止める。てめえもこの葉も全て潰してやる。俺はお前と会えて本当によかった。彼が敵に渡れば世界は終わる。俺は友を守りたい。そしてこの世界を守りたい。第四次忍海大戦、我々が勝つぞ。第五部隊三船殿のもとにあの三将軍の半蔵が接近していると連絡がありました。大切なのは意志。己が内に秘める信念。第三部隊のもとに近づいていた敵兵がもう彼らの目の前まで迫っている。相手があの忍び刀七人衆でも負けるわけにはいかないのよ。くそ、間に合ってくれ。やっとお会いできましたね、金閣様、銀閣様。これ以上の進行を許すな。ドトンサンドル術。僕がやる。僕が止めてみせる。忍び同士連合を組んでいるとはな。老いたな大野木。土影の名が泣くぞ。どうした、お前の価値はやはりこの程度だったか。弱点を教えてやってんのに。大地のクイズが。みんな気をつけろ。わしの地獄好きをまともに食らってはいかん。おかげになったものが皆から認められるんじゃない。皆から認められたものがおかげになる。みんなが一つになって頑張ってる。みんながいる。仲間がいる。この戦争、俺たちが絶対に勝つ。行くぜ、クロー。さあ、ここから巻き返しましょうか。口寄せの術。やっとか。こいつが、うちはまだ神の力か。世界はこれ以上成長する必要などない。無限の月読みの中で眠っていればいい。まだ、お前は必ず潰す。我々五影の手でな。遊びはここまででいいだろう。ここで無様に果てるがいい。教えてやる。いかに抗おうと振り払うことのできぬ絶望があるということ。さあ、もっと
ってみせろ。